能代市の令和5年度の当初予算編成方針というものが出てまして、こういうの分かりやすい予算書とかいうの、これ多分皆さん見てますかね。自分に関係があるところ、自分が興味持つところでいいと思うんですよ。そこを見て疑問点を見つけたら、それを自分が投票した市会議員の方に聞くということをぜひやってほしいと思います。私もそうしてます。実際いろんな疑問あればすぐに市会議員の方に電話したり、LINE とかして聞いてます。やっぱ綺麗な真っ赤になってるコキアってあるんですよね。思わずそこの家をピンポンしてです、能代市元気になる施策令和5年度当初予算編成方針と、能代の市民の一人としてやっぱり予算が正しく使われているということをチェックするのも必要だし、単にこのフローするような消費するような予算ではなくて、投資に向かうような予算ですね。こう PL 経営ではなくて BS 経営ということですね。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は10月の14日金曜日です。外はとても良い天気です。最高気温というか現在の気温ですね、今18度ぐらいですけど結構暖かいですね。日向に出ますとむしろこう暑いぐらいでとても良い天気です。週末はちょっと天候の崩れ予想されてますので、ちょっとこうアウトドアの活動とか、あとお洗濯とかいうのは多分今日中ぐらいで済ました方がいいかなっていうことを考えています。さて手元に今回もこう直近の国風新報を持ってまいりました。こんな感じですね、ずっと持ってきました。でいろいろとまた記事をチェックしますけど、これはですね12日木曜日ですね、昨日ここに能代市の令和5年度の当初予算編成方針というのが出てまして、いろいろといわゆる方針ですね、予算を作るための方針が、紹介されてますので、今日はこれを、最後に深掘りしてみたいと思ってます。なので今日のテーマはですね、こちらです。能代市元気になる施策令和5年度当初予算編成方針ということで、この能代市の元気になる施策ということに関して若干のお時間を頂戴いたします。とその前に例によりまして、直近の北風新報からですね気になった話題をピックアップしてみたいとこう思っております。ちょっと外が明るくて、今はねお昼なんですけどちょっと逆光になってて見にくいと思いますけどご了承ください。今言ったようにこの件は後ほどやりますのでちょっと置いておきますね。例えばですね、これ今日ですね、今日の北風新報です。能代商業が4強というんで今東北大会行ってますね。昨日は延長戦で、サヨナラ勝ちということで、ベスト4に行きました。ちなみに能代の高校については、合計8回過去、夏の大会出てます。能代高校が4回、それから能代商業高校が4回です。なので今回選抜に行ければ、初めてということですね。夏の大会同様勝負は時の運であります。全力を尽くしていい試合してほしいなと思います。それからこの新聞をですねちょっとめくってみましたらこんな記事がありました。これは、9面ですね。9面です。冬の使者が飛来ということで、能代市内で白鳥が確認されました。実は昨日ちょうどですね見たんですよ。午前中に少し天気良かったのでちょっと散歩しようと思ってふらっと外へ出ましたらですね、こう声がするわけですよ。でふっと見たら青い空の中に真っ白い白鳥の群れ
昨日は本当雲がないような青空でしたんで、その真っ青なキャンバスの下をですね、白い白鳥が20羽ぐらいいましたかね。ほとんど横一線、ちょうど白鳥がこう羽を広げた感じの形になってましたね。それでぐーっと隊列組んで飛んできました。三種町方面にずっと飛んできました。ちょっと持っていたスマートフォンをですね、起動して撮影するのが間に合いませんで、ちょっと今日絵は撮れてませんけど、本当に見事な渡り鳥って感じでしたね。で、そんな中、今日の北進歩に出てました。これがちょうど多分私が見たのと同じ白鳥ですね。これはちょうど南中学校ですね、能代南中学校、この付近の田んぼですね、稲刈りが終わった田んぼ、そこに降りてるっていう写真でした。20羽近いって書いてましたんで、多分同じやつですね。でよくこれ以降多分能代市内では白鳥を見る機会があります。何回かいつもそうですから、もしも本当に羽を休めている白鳥と遭遇したら、これはラッキーということで、ちょっと車を止めたり足を止めたりして、ちょっとこう和んでみようかなっていうことを考えてました。いよいよ冬の使者が来たという記事が出てました。それからこの白鳥の記事の下にもう一個おやと思う記事がありました。五能線という文字があったんですね。これです。アップル号11月5日運行って書いてます。臨時列車アップル号。この記事少し読んでみますと、JR 秋田支社は11月5日に五能線直通の臨時列車五能線アップル号を秋田駅から五所川原駅、青森県間で運行すると書いてました。これは青森県内のリンゴ収穫シーズンに合わせて、例年クルージングトレインがですね、運行されたやつなんですね。で、こちらが運行されるというんで、五能線と思って、ちょっと詳細見てみました。ご承知のように今五能線の方はですね、途中岩立から深浦の間切れてまして、運行できてないんですよね。で、JR 秋田支社の、ウェブサイト見ても、確かに年内の復旧を目指すと、五能線に関しては。と書いてるだけなので、あれ、この時期、五能線乗れないよねと思ってみたらですね、なんと奥羽本線経由で途中から五能線に入るみたいなんですよ。こんな記事がありました。こちらが五能線アップル号の運行に関する情報を伝えるウェブサイトです。ここにリンゴ収穫時期に五能線アップル号運転と書いてます。で、ちょっと見てみましたらですね、こういうことなんですかね。奥羽本線については鷹の巣大館間が普通になってたんですけど、これが復旧しているということで、そこは通れるというので、こんな感じですね。名前は五能線アップル号で、確かに最後は五所川原に着きますので、五能線を走るんですが、ですね、奥羽本線が走るんですよ。秋田駅発、五所川原駅。で、秋田駅からは、奥羽本線で八郎潟、もぎたけ、東能代。で、能代はもちろん通らずですね、能代を横目に見ながら、そのまま二つ、鷹の巣と行きます。で、大館というんで、秋田駅から大館ですね。秋田、大館、青森県という感じになってます。で、路線図によるとこの川辺、確か川辺が奥羽本線から五能線にこう乗り換えできるとこなので、秋田駅から五能線の下りを走って能代駅を横目に見ながら、で、ずっと行って、二ツ井、大館、そして川辺、ここから五能線に入って陸奥鶴田ですね。陸奥鶴田の駅を通って、この次が五所川原ということです。なので五能線とは言っても青森県側だけですね。ということで能代駅はちょっと通らないので、一瞬五能線と聞いておっと思ったんですけど、相変わらず五能線に関しましては年内の、開通を目指すということです。具体的にまだアクションはありません。この流れを見てちょっと気になったことがありまして、あくまでも素人の考えですけど、
五能線の復旧に関しましては、あくまでも民間の鉄道会社の話ではありますが、やっぱり行政との関係が強いと思うんですよね。で、行政のなんか働きかけとかってあまりこの能代に関して見えないんですけど、これはいいんですかね。なんか一部他の、ローカル線では同じようなことがあった時には、結構行政もうまく動いて、この早く復旧しなきゃならないっていう、この機運を盛り上げてるところがあったんですよ。もちろんその機運を盛り上げたからいいかどうか分かりませんよ。ただ過去のいろんなローカル線のこういった事故とか、あとは災害被害に起きた場合には、結構地元でなんとか早く復旧しようとかいう流れが出てきて、でこううまく着手して早めの復旧とかいう例がよくあるじゃないですか。まああくまでも能代市としては、まあ JR がやるんだから待てよっていうことで、そういうスタンスで行くなら行くなで、まあいいんですけど、ちょっと気になってました。まあちょっと関係ないとは言われるかもしれませんけど、例の能代工業高校の名称変更の時、能代科学技術高校になる時にでね、まあ本当にこれでいいのかというんで名前残してくれなんて話があったんですけど、まあ民間の能代市内の関係者の盛り上がり、それから全国のバスケットボールファンの能代工業というブランドに関する思い入れを持っている方の盛り上がりがあって、署名運動なんかもあったんですけど、まあ能代市とか秋田県の、まあ政治行政ではほとんど盛り上がりませんでしたね。まあそれをちょっと彷彿とさせてもらったという感情を、まあ個人的には持ってます。まあそういうことで五能線に関してはですね、まあ、なかなか能代はやっぱり五能線文化だと思うんですよね。基本的に実際、まあ今もよく昔は五能線のに乗って、こういろんな行商の方とか言いましたよね。で確かにね、通勤通学のことでに関しても混んでましたよ。能代高校だったんですけど、能代高校に五能線で来る生徒やっぱり結構いて、やっぱりねぎゅうぎゅう詰めだったって言ってました。満員電車の人では考えられませんけど、いろんな五能線とか、あとちょっと天気の悪い日の周北バス、能代市内から東能代の行くやつ、それもね本当乗れませんでしたよ、ぎゅうぎゅう詰めで。そういう時代を経験してみると、なんかまあ全く違う風景だなっていうことを考えているところであります。まあいずれにしても五能線については早めの復旧できるようにですね、情報提供も含めてぜひ行政の方の影姿が見えることを期待しているというところです。ということで、前置きが長くなりましたけど、今日はこの件でお時間頂戴します。能代市元気になる施策、令和5年度当初予算編成方針であります。関連記事は水曜日12日の記事です。これです。ここにまあこれから各セクションに向けて来年度の予算編成をしなさいという指示が出ます。それを集めてきて来年の予算を組みます。日程的には年内でいろいろこう予算を集約して、1月かな、要求をまとめたものを1月に副市長査定があって、次に市長査定を行うという流れです。で当初予算の発表は2月中旬から下旬ということです。でその後議会ということですね。そうなんですけど、この予算編成方針、まあ来年はこんな感じでやりましょうということを書いてますけど、それをまあ元気になる施策と書いてます。まあまだ明細決まってませんから、ここでいろいろとまた文句つけるとですね、イチャモンをつけてるとか、あとなんかなんていうの、偉そうに言ってるとかですね、あとまあこう勝ち誇ったように言ってるんじゃないかとか言われますけど、そんな気は一切ありませんから、能代の市民の一人としてやっぱり予算が正しく使われているということをチェックするのは必要だし、でなんとかな、単にこのフローするような消費するような予算ではなくて、投資に向かうような予算ですね。やっぱり同じ1億円使うにしても、1億円がファーッと多分費用で消えちゃってなくて、 BS のちゃんと資産に乗ってくるようなものですね。それに使ってほしいと思うんで、ぜひこう PL 経営ではなくて BS 経営ということをですね、損益計算書だけを見るんじゃなくて、それから大副町経営じゃなくて、
貸借対照表に乗るような、そういった経営してほしいと。一時期IT バブルの頃入りましたよね。BS 経営っていう言葉入りました。そこからいろんな株主の権利とかいう流れに行ったんですけど、そういったぜひ、ね、BS 経営をですね、能代市の方でもしてほしいなと思ってる流れで、私はこの予算編成方針を見てみたいと思います。ちなみに今回の全般的事項のポイントって書いてます。こういうポイントに注意して予算編成の要求を出しなさいということです。ちょっと読んでおきます。すべての事務事業について原点に立ち返り、必要性や事業効果などの視点から厳しく洗い直し、効果の低いものや目的を達成したものは廃止などする。で、参入に関しては310億円を超える私債残高を有している現状に留意し、発行額の抑制に努めるって書いてます。まあちょっとまた悪口って言われますけど、これ当たり前だと思うんですけど、まあ改めて言う必要があるのかなと。これは当たり前で、その上に来年はどうだとかいうことを載せてくるのかなって思いました。まあ、ここに記事出てますのでね、見ていただければいいんですけど、この予算編成に関してはいろいろの白石の方としてもパブ打ってます。例えば市役所のウェブサイト見たらこんなところあります。これが能代市 のウェブサイトですね。トップページです。普段こういうのをご覧になってますかね。いろいろ書いてあるんですけど、ぜひ時間あるときに見てほしいと思います。ここに行政情報ってあります。行政情報、ここをクリックするとこんな感じでいろいろ出てます。総合計画とかずっと、ね、出てます。行政改革とかで、この中でこう下がってきますと、ここに予算決算っていう欄があるんですよ。予算決算、こういうところをですね、見たことありますかね。この予算決算をクリックしますとですね、さらにこう出てきます。予算決算の予算編成概要、ちょうど今これ令和4年度のが出てますね。これは例えばこんな感じです。ここに出てます。当初予算編成ですね。当初があって、だんだんこう補正予算を組んでだんだん変わるんですけど、今回は令和5年度の当初予算編成概要を今説明してましたので、これは例えばこれこんな感じで出てきます。これは去年の例ですね。で、ここに当初予算編成概要ってありましたね。見てもらうと、昨年のちょうど今頃のものです。これ出てます。今日はこの令和5年度の話をしてます。で、これ4年です。こんなもの出てます。ずっと。なんとかここでも使ってますかね。こう、重点事項の主な事業。こうやって出てますね。道の駅2つい3500万とか出てます。こうやって出てます。これができます。今これを作るために向かっているのが、さっき説明した令和5年度の予算編成方針で、元気になる施策意識ってやつですね。なのでこれ一回のこういうのもあるので見てほしいんですよ、皆さん。それは以前の配信で10月9日付新聞に出ていた3年度普通会計決算ってやつがあったやつ、それにつながります。従いまして、予定があって実績があるということです。会社でもそうですし、家計簿でも一緒です。今月ちょっと予算厳しいなみたいな話ですね。で、これに関しては予算って結構今の難しいじゃないですか。で、よく能代市から印刷物配布されてきましたね。こういうの分かりやすい予算書とかいうの、これ多分皆さん見てますかね。だいたいポンって新聞と一緒に入っていて、見ないでポンと寄せちゃうっていう、そのまま資源込み行っちゃうなんて例も結構あるようですけど、これ見てもらうとね、ちょっと分かりますよ、いろんなことが。まあ、とりあえず初級編としてはこの声を見てですね、どんなことにお金を使っているかなというのは見るのはいいかなと思います。さっきの数字の一覧表を解説すればこうなります。ただですね、分かりやすい予算書というのはある意味市の行政としては都合のいいことを
割とこう大きく書きやすいんですよね。こう受けがいいことっていうかな。まあ気持ちはわかります。褒めてほしいこととか、あ、こんなことやってんだと書きます。ただ、突っ込まれると困ることは、いや、書かないですよ。なんで、それやっぱりのオリジナルの、原始資料を見ないとわかりません。で、そこをずっと読んでみて、この予算なんだろうなと、これなんだろうって疑問に思う点があると思うんですね。なんでここにこんな使ってんだろうかとか、なんでこっちはこんな少ないんだろうかとか。で、そういうことが疑問、そういうことに疑問を持つことがとても、市民としてはとても重要だと思います。で、そういう場合は、ぜひ、ご自分が投票した市会議員の方に聞いてほしいんですよ。あ、先生先生と、この予算って何とか、これなんでこっち行ってんのとか、これってなんでこんな少ないのとかいうことを聞く相手は、皆さんが一票を投じた吉野の市会議員の人です。で、ぜひそうしてほしいんですよ。そうやってコミュニケーションして、自分たちの疑問とか考えを吉野市政に反映させるのが議員さんの役目ですから、ぜひそういうことをやってほしいと思います。なので、繰り返しますと、最初はまず分かりやすい予算書を見て全体をつかんでもらうと。その次にちょっと一歩進んで、いわゆる原子データを見て、細かく書いてます。で、全部見る必要はありませんよ。に関係があるところ、自分が興味を持つところでいいと思うんですよ。そこを見て疑問点を見つけたら、それを自分が投票した市会議員の方に聞くということをぜひやってほしいと思います。そういったことをやってる中で、だんだんこう市政のレベルが上がるっていうかな、品質が上がるっていうかな、そうなると思いますんで、私もそうしてます。実際いろんな疑問あればすぐに市会議員の方に電話したり、LINE とかして聞いてます。そういったことをやってますんで、ぜひ皆さんもそうやって、自分が本当に一票投じた以上は、いろいろ、まあ、責任もあるけど権利もありますからね。ぜひそんなことをやってほしいなと思いました、今回。まあ、そんなことを考えた記事です。あと、まあ、いろいろとこの本当予算については詳しく聞きたいところがあるんですけど、この北欧新報の文章の中ではちょっと間に合いませんので、まあ、時間を変えて専用の、コーナー作ってやってみたいなと思ってます。まあ、誰か気持ちのある市会議員の方が解説委員をしてくれてもいいし、まあ、数字に詳しい、例えば能代市内在住の、公認会計士さんとか税理士さんが、もしもその解説してくれるのであればウェルカムです。ぜひもっと予算というものをですね、身近に感じるような形にしてみたいなと、そういう点でこういったチャンネルも貢献できればなっていうことを考えております。ちょっと最後は硬い話になりました。あと、ちょっと最後に、昨日の北欧新報のこの下にいつも出てくるこのコラムですね。これね、コキアの色変化ってあったんですよ。コキア。確かにこのコラムにありますように、最近の消費市内も結構コキアが増えてますよね。かくいう私の家にも一つあるんですけど、なかなか綺麗なこの色に変わりませんでですね、まだこう茶色ぐらいかな。まあ、真っ赤になるのを待ってるんですが、なかなか変わりません。そう思って、市内を散歩していたら、やっぱ綺麗な真っ赤になってるコキアってあるんですよね。まず、そこの家をピンポンしてですね、どうやってやってるんですかって聞こうと思ったぐらいなんですけど、とても綺麗なコキアが市内にもあります。プランターに植えられてるんで、多分しっかり管理されてるんだなと思って、ちょっと感心して、まあ、怪しまれない範囲で近づいて、ちょっとビデオを撮ったり写真を撮ったりさせてもらいました。それからあとね、コキアと言いますとですね、五能線の沿線ですよ。ちょうど能代駅からずっと北へ上がっていって、五能線沿いに、で、鉄橋ですね、米代川を越える鉄橋の手前のところにこう花壇みたいになってて、そこにもコキアがあるんですよ。で、去年も結構あったなと思って思い出して行ってみました。で、今年も並んでるんですけど、ちょっとまたそこはまたグリーンですね。多分あそこは日が当たるからですかね。まだそこは色は変わってませんでしたけど、結構あそこもコキアが並んでます。もう少しして色変わったらまたもう一回見に行こうかなと思ってます。あと、まあ、つい余談ですけど、まあ、散歩で能代公園行ったんですよ、久しぶり、能代公園。で、ちょっと一部紅葉とか出始めてるかなと思って、ちょっと行ってみたんですけど、まだ紅葉にはなってませんでしたね。相変わらず人がいない能代でして、
私が約6キロぐらいですかね、こう午後、夕方、散歩してたんですけ6ど、キロ。歩いたのに、すれ違った人はたった4人です。ちょっとまあ新型コロナが始まった頃に、3密とか、密です、密ですって入りましたけど、全く密ではありませんね。まあ、そういう能代であります。ただの中公園ですね、以前からずっと見てた遊歩道っていうのかな、ちょっと綺麗になってましたね。で、こうちょっと上の方からこうテニスコートの方に降りていくところですね。そこにこうちょっと歩道ができていて、ちょっと綺麗になってました。まあ、来年の桜祭り、つつじ祭りの頃には多分そこが皆さんこう散歩道になったりするかなっていうことを考えながら歩いておりました。ということで、今日は能代市元気になる施策ということで、令和5年度当初予算編成方針という記事に書かれまして、ぜひ皆さんもお忙しいと思いますし、あと数字は苦手なんてこともあると思いますけど、ぜひ一度週末とかに時間取ってですね、1時間でも能代市のホームページの方にデータ出てますので、一体能代の予算はどうなっているかと、財政状況はどうなのかということをぜひ一度見てほしいなと思います。で、疑問点があったらぜひ皆さんが一票を投じた市会議員の方に聞いてみてほしいと思います。まあ、そんなことを考えている10月14日の午後であります。いつもありがとうございます。佐藤でした。